なるほどね。Hey, what's up, YouTube? どうも、トチミジクです。はい、ということで本日はですね、カナダのバンクーバーからトロントに移動してきております。で、今日はですね、完全にフリーの、1日なんですけども、今日はですね、トロントのスニーカーショップっていうところをですね、いろいろ巡って、いろんなスニーカーショップの紹介ができればなと思っております。ただね、天気がね、ちょっと悪いんですよ。雨が降ったり止んだりっていう感じなんですけども、止んでる間にですね、いろいろスニーカーショップ巡っていきたいなと思います。では早速行ってきましょう。乗って移動します。日本でいう路面電車みたいな感じですね。トロント一発目の、スニーカーショップはですね、エクススルーシティって呼んだらいいんですかね、ちょっと読み方が分かんないんですけれども、トロント一発目のスニーカーショップということでちょっと行ってきたいなと思います。ウィーラーナイキ95と95は揃ってますね。95のサーモベイパーね、これは日本では速乾となっておりますが普通に残ってます。お店の雰囲気も綺麗やし、いいっすよね、めっちゃいいね。日本に入ってないやつ結構あるしね。この辺とか日本ないもんな、見たことない。店の雰囲気は全体でこんな感じですね。モアテンであったりとか、あとはね、このイレブンローってのは日本には入ってなかったので普通にこっちでは売ってます。結構ね、普通の定期のショップなんですけども、本当はね、日本人好みのものであったりとか結構幅広くあるんじゃないかなと思います。お店の雰囲気もいいし、今ちょうど9号のペーパーは売り切れました。Thank you so much. バイバイ。バイ。はい、ということで続いてなんですが、これはですね、ちょっと日本ではないお店なんですけども、こちらですね、トロントにありますジョーダンストア、ジョーダンの専門店ですよ。中にはですね、歴代の AJ シリーズがオリジナルのものから展示されているということなので、ちょっと行ってきましょう。歴代の AJ シリーズがオリジナルで展示されていると、なかなかね、これは見れるもんじゃないですよ。ちょっとこれは興奮します。ご覧いただいている皆様もですね、 AJ シリーズというのは好きな方多いと思うんですが、ぜひカナダのトロントに来た際にはですね、こちらのジョーダンスターの方に来てみてください。レガシーが普通に売ってます。全部のね、カラーも普通にレガシーは全色残ってます。人気がないのかな、そんなことはない、数が多いのかな。スタッフの方もやっぱり AJ シリーズを履いてます。今日は AJ4 のラプターズの発売日の前日なんですけども、明日は並ぶよって言ってるみたいです。なかなかあのジョーダンストアはいかつかったっすね。普通に撮影していいかっていうのを聞いたら全然 OK ということだったんですけども、あそこはほんまにすごいです。ぜひね、ご覧いただいている皆様もトロントに行った際にはぜひ行ってみてください。
バイスのパンツがねいっぱいあるんですけど、リーバイスのスケートボーディングの、シリーズのものなんですが、なんとまさかの全部$40、カナダの$40なので、まあ、1ドル85円と考えたらもう3500円とかちょろっとぐらいなので、むちゃくちゃ安いっす。シュージさんも買うんですか、リーバイス。やったな、取ったの。まあ試着してみたんですけど、買いまーす。だって40ドルですからね。ね、めちゃくちゃ安い。I will take it って言ったら買いますって意味です。ちょっとずつ英語を学びましょう。学びましょう。I will take it。頑張って英語使ってます。バイバイ。僕と修二さんはリーバイスのパンツを購入でーす。やっとちゃんとした買い物しました。そうですね。いやここ本当僕もここに住んでる時よう来てたんで。ああそうなんですか。めっちゃいいお店です。トロントに来たらぜひ。ぜひぜひ。二つライブストックと並んであるんで。ね、リーバイスのパンツ40ドルは安い。安い。こういうのがねスニーカーとかでもたまにポンって出てくるんですよね。超絶セール品みたいなやつ。そういうのが面白いですよね。日本にあんまりない。そうなんですよ。すげえ、グラフィックまみれですね、ここ。ここね、街一体なんかこんな感じですね。いや、日本ではこんなん絶対ありえないですね。気がついですね。やんだりまたちょっと降ってきましたね。なんかねカナダのこの天気なんですけども、なんか雨がバッと降ってすぐまたやんでみたいな、そんな繰り返しみたいですね。雨はやだ。そんなある？もう雨降ってるからもうフットロッカーの袋をかぶろうとしてますです。タイミング悪い。さっきの雨からだいたい5分から10分ぐらいでこの晴れです。天気の変わり方がえぐい。だからまあこっちにいればちょっと雨が降ったとしてもちょっとまあ雨宿りしてすぐ晴れるってことですね。はい、ということでね、まあハワイでも行ってたんですけども、またリッツでキャップを買います。まあこの辺ですね。どうすかね。晩飯でーす。最高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 。安定のコーラでーす。最高。ここなんか昔来てはったんすか。ん、あ、昔来てはった。ここは結構有名でございます。そう、日本料理高いんで白ご飯食べたくなったらここに。なるほど。で今から宿に戻るんですけども、電車で帰ろうと思ったらですね、電車が止まってるということで、でバスで帰ろうかなと思ったらこの状態です。帰るのが大変。もういっぱいで乗れないですね、これは。電車止まることって結構あるんですか。よくあるんですか。結構あります。まあタイムスケジュールとか基本ないんで、こっちだからそんなに遅刻とか厳しい国ではないんで。なるほど、まあ、交通規範自体があんな感じなんで。なるほどね。はい、はい、ということで本日はですね、トロントでのデイワンいかがだったでしょうか。まあ、今日はですね、基本的にはショップ巡りというところだったんですけども、結構ねやっぱりトロントにもスニーカーショップであったりとかバスケットショップであったりとかっていうのは結構多いんだなっていうのを感じました。でね、バンクーバーでもそうですしトロントでもそうなんですけども、結構ね歩き回ったんで、もうね帰ってきてからもう爆睡してました。ということでこの動画を撮影している翌日なんですが、 AJ4 のですねラプターズがこっちで発売があって、この近辺にですねフットロッカーであったりとか、あとジョーダンストアなどがありますので、ちょっとねそれに並びに行ってきたいなと思います。
初めての海外でのスニーカー並びでございます。まあ、まさかね、このカナダにいるタイミングでトロントラプターズのカラーが落とし込まれた AJ4 がリリースされるとは思ってなかったので、ちょっとこれは変えたらラッキーですね。まあ、かっちゃんとかしゅうさんはですね、まあ、英語喋れるので、まあ、スタッフの方にね、フットロッカーの、いろいろ聞いたらやっぱちょっと並ぶんじゃないかという話だったので、ちょっと早めに行きたいなと思います。頑張っていきます。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。